久保さん、アインシュタインにしましょうか。あの、アインシュタインの僕の言葉が好きでね、あの、常識は18歳まで身につけた偏見のコ,クコ,コ,コレクションである、みたいなね。まあ、あの、洗脳は常識に洗脳されてるんじゃないかなっていう。<laughs> 一般常識に洗脳されてるんじゃないかなと。うん。まあ、わかりやすく言うとね、就職活動とかもそうだと思うんですよね。なんか、 正社員にならないと、なんか、社会人じゃないみたいな。非、非、非正社員、さ、あの、フリ、フリーターフリーターとかは、なんか、社会人としてみたいな、なんかそういう風潮、常識みたいなのあると思うんですよ。正社員になるっていうね。なぜ正社員にならないといけないのかっていう、なんかそういう問いはないですよね。 うん、なんか、小学校、中学校、高校、大学、就職活動、もしくは高校就職活動、義務教育を終えて,てあ、そう。僕の中学校の時に同級生が、就職した人がいるんですよ、子がね。俺は寿司、寿司職人になるぜ、みたいな <laughs>。で、中卒から、あの、働きに出た子がいますね、一人。うん。そう、後藤くんっていう子なんですけど、そう。 後藤く君は今何してるか分かんないですけど <laughs>。そう。まあそれはなんかね、そうそう、久保さんのなんか、なんかあの、マスクい、スーパーでマスク未だにしてんのみたいななんか、あの、動画がねか、出てきたんですよ。そう。まあマスクも洗脳じゃないですか <laughs>。マスクが一番今、あの、わかりやすいやつじゃないですかね。うーん。なんか、 あのまだコロナってなんかあるわけじゃないですかで病院病院コロコロ,コロナ患者もちょっと増えてんのかなた,ただそのななんかそのニュースとかでやんなくなったんですよねなんでやんなくなったかっていうとコロナが等級下げられて昔まではコロナはすごい病気だみたいなだけど等級が下げられたからなんですかね 風邪とか、そういう分類なのかなインフル、インフルエンザとか。だから、ニュースでも全然取り上げないですよね、コロナ。うん。でもコロナ患者は、ある地域だと増えてんのかなうん。なんか、まあ、メディアの洗脳っすよね。メディアの洗脳、国の洗脳とか。何が正しいんでしょうね。<laughs> だって、コロナのウイ、コロナウイルスって、うん、変わっては、そのウイルスの、 あれ自体は変わってないわけじゃないですか。もちろんその免疫がついた、人間に免疫がついたっていうのは一理あるかもしれないですよね。あの感染して、で、免疫がついたっていう人もいるだろうし。だけどそのウイルス自体のこ、こ効能は変わってない。逆に言うと、もっと進化して、あの、じゃあ人間が免疫をつけてました。それでもウイルスが死なない、あの、 人間にやられないようにまた進化してると思うんですよ。まあそういうのもあると思うんですけど、でも、ね、そのニュースでやらなくなった途端、国がそういうふうに言った途端、マスク外して、で、マスク外してもいいよっていう国が言った途端、今までそのせ、あの、マスクしないといけないってなってたけど、マスク外し始める人もいるし、まあ、未だにマスクしてる人もいるし、うん。で、コロナウイルスはどこ行ったっていうね。 うん、でもコロナにかかってる人もいるし、うんまあ、何が正解で何が正しいのかは結局全部洗脳されてるんじゃないかなっていうふうに <laughs> 言ってらっしゃい。